お、2012年3月から4月、ウルトラマンの映画に出演。あ、そうじゃん、はるか。初映画。初映画ですよ。パルル、V ネックフェチであることをカミングアウト。言ったね。今は？今も。へぇ。変わんないね、2年前。V ネックフェチ。1年前？ 1 年前だ。1年前。変わらず。変わらず。へぇ。これやばい。何？みおりん学生時代にプールに遊びに行くとき一人だけスクール水着で行ったらしい。やばこれ。やば。スクール水着ってどういうこと？やば。スクール水着とか小学校ぐらいまでしか着てないよ。すごいね。学生時代どこ何？いやこれ学生時代ってことは中高どっちかでしょ。学生時代って言ったら普通に小学生かもしれないよ、うん、中学生っぽいですよ話によると。え、どうなんだろうこれ何、ハルーは家から持参したトマトやキュウリと一緒に結局お弁当まで食べてる疑惑、鏡を見ながら うちめっちゃ痩せたわと言っといてる疑惑。そうじゃん、今もじゃんえ、今も今もじゃん、変わってないじゃんこれあったよ、なんかさ、なんかさ、ずっとさ、ちゃんとさ、トマトとキュウリをさ食事前に食べてて、うん、でもさ、結局お弁当食べて。だってお腹空いちゃうのもん。意味ないっていうね。みんな言ってたよ。なんか、余計にトマトとキュウリの分のカロリー摂取してるみたいな。みんな言ってたんだ。みんな言ってた。